ヒョードルイバノビチェグ・ジュシチェンコは、旧ソ連出身の指揮者。ロストフ州ジモブニキの生まれ。1962年に、モスクワ音楽院に入学し、セルゲイ・バラサニアンに作曲を学ぶ。1964年に、レニングラード音楽院に転じ、イリアムーシンに指揮法を学んだ。また、ウィーンに留学して、ヘルベルト・フォンカラヤンのセミナーを受講したり、カール・エステルライヒャーの指導を受けたりした。 1969年に音楽院を卒業し、1971年から1973年までカレリア放送公共楽団の主席指揮者を務めた。1973年から1987年までウクライナ国立公共楽団の主席指揮者を歴任。1989年に BBC スコティッシュ公共楽団に客演してイギリスデビューを飾り、 1990年から翌年までイスタンブール歌劇場の指揮者となった。1996年からエカテリンブルク、バッハ室内管弦楽団の音楽監督、モスクワにて死去、ゼーゼーファイ。2017年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月29日閲覧。ヒョードル・グルシチェンコ・ディスコングス。 ハットザインターナショナルフーズフー2004ヨーロッパパブリケーションズ P617ISBN 978から18億5743万2176ありがとうございます。